本日は吉原弁財天さんにやってきました。夜早速中に、夜ってこんなライトアップされてるんだ。前来たのが昼間だったんですよね。どうしてここに来たかというと、以前ですね、伊藤美美香さんという漫画家の先生のイベントに出演させていただくってなった時に、そのイベントで使う映像を撮りにこちらに取材に来たんですね。で、こちらに来た時にあっち側にですね、この後で行くんですけど、池がありまして、その池の方に行こうかなーって思ったら、ふわーっと暖かい風が吹いてきて、あ、これは一緒に遊ぼうって言われてるって思って行こうとしたら、伊藤美美香先生にりゅうあちゃんって止められて、え、何ですかって聞くと、今池の方に行こうとしたよねって言われて、あ、そうです、一緒に遊びましょうって言われてる気がしてって言うと、それね、違うよ、一緒に死にましょうって言ってるよって言われて、ああそっちかーっていう風になったのがここです。というわけでちょっと池の方に行ってみましょうか。すっごい明るいな。がこちらです。ここからふわーって暖かい風が吹いたんですよね。で、大火事があった時にみんなが逃げるために池とかに飛び込んだのがこちらだと言われております。行きましょう。ね、ちょっとね、なんか不思議な感じがする。ドキッとするっていうか、なんだろう。そしてこちらお参りしましょうね、せっかくなんで。で、お参りしましたね。今日は遊ぼって言われないな。いらっしゃる一人ね、大きい女性がいらっしゃるんですけど、なんかね、肩を掴まれてる感じ、後ろから。てて左が痛い、つってる、痛いぞ。っていうわけで吉原弁財天さんでした。夜中に来ても結構人がいらっしゃるらしい。